スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、知念太郎のゆいまる沖縄。知念太郎のゆいまる沖縄。ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり、直訳すると結び回るとなります。県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです。番組では沖縄を良くしたい、日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間、尊敬する先輩の方々をゲストに迎え、熱い思いのバトンを結び回してまいります。本日のゲストはソニー生命保険株式会社那覇支社エグゼクティブライフプランナー宮城金洋さんにお越しいただいています。宮城さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですが宮城さん、自己紹介とか、はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ソニー生命保険株式会社、那覇第一社エグゼクティブライフプランナーの宮城金洋です。スモールさん、ゼミに参加させてもらって、まあ、あの一期から参加させていただいているんですけども、まあ、あの今、年齢42歳です。はい、前職はですね、約10年、旅行会社で、まあ、あの仕事させていただきまして、であの縁あって、まあ、2004年の7月1日から、はい、ソニー生命に転職をさせていただきました。あのっていうのももともとソニー生命 の、 あの、まあ、一客というか、はい、で、あの、まあ、私 の、 あの担当がですね、まあ、今の私の所長になるんですけども、まあ、すごい優秀な方で、まあ、その時に、まあ、自分自身あの、まあ、独身の時からソニー生命の契約者だったんですけども、まあ、あの結婚して、まあ、子供が生まれるという時に、はい、まあ、あのその保険の見直しをする時にライフプランニングというのは、まあ、やっぱこう自分の人生、これからの自分の人生をこう一緒にこのライフプランナー、担当ライフプランナーと考えることによって、うん、あのまあ、あこんなことが僕にもできるんだと、まあ、そういったあのことでこう、まあ自分のライフプランニングであのこうすごく感動させてもらって、であの、まあ、基本的にソニー生命あのヘッドハンティングのする会社なんですけど、はい、あのまあ、結構その中で珍しいタイプで自分からこの仕事したいとっていうふうに、まあ、あの自分からエントリーしまして、はい、ただあのなかなかそういう、 こう自分から来る人間に対してはかなりあの敷居が高くしているんで、まあ、あの大体こう5、6回ぐらいが通常2、3ヶ月かけてあのこのリクルートの作業っていうのがあるんですけども、まあ、僕は人の倍ぐらい、あの面談も10回ぐらいで、最後の2回ぐらいは妻と一緒に、はい、まあ、妻まだあのその時まだお腹の中に子供がいる状況だったんですけど、うん、まあ、あの旦那さんは本当にあの2年ぐらいは家に帰れないと思ってくださいみたい な、 なるほど、そういう覚悟があるのかみたいなことで、まああのこう、まあ、いやでも自分から望んでこの仕事に行って、うん、まあ、今で、まあ、今年で13年目に入っております。はい、なるほどですね。はい、はい、もう宮城さんはですね、今ご本人からのお話もありましたように、スモールさんでも我々と一緒にですね学ばさせていただいている大切な仲間です。今日は宮城さんにいろいろお話をお伺いしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、番組はまだまだ続きます。さんどこ行くのかな。ゆって書いてある。わあ、パパ富士山。お、あ、あったかいねパパ。うん、気持ちよかったね。でもお湯なくなっちゃったね。お、日本温浴研究所。知念太郎のゆいまる沖縄。知念太郎のゆいまる沖縄。本日のゲストはソニー生命保険株式会社那覇第一支社エグゼクティブライフプランナーの宮城金洋さんにお越しいただいてます。はい、宮城さんは、はい、
MDRT の資格会員ということなんですが、はいはい、まあ、聞くところによるとこれ全世界のこの保険の営業されてらっしゃる方のトップクラス、はい、語弊なければもうトップガン、トップ 1% の人たちの会員だということをお聞きしてますが、そこをちょっと教えてもらっていいですか。わかりました。なんかすごい過分なご紹介いただきましてありがとうございます。MDRT っていうのは、まあ、ミリオンダラーラウンドテーブルとい う,、はい、こう略で MDRT なんですけども、うん、まあ、世界各国に保険のセールスマンがいらっしゃって、はい、まあ、その方たちが対象になるんですけども、うん、トップクラスっていう数字、まあ、なんか実質は僕が聞いたところは 1% ぐらいになるというふうに聞いたんですけども、はい、まあ、ある一定の水準、まあ、1年間の中で、うん、まあ、ある一定の水準をクリアされた方がその MDRT の会員になると、はい、っていうことで、まあ、そこは、まあ、メンバーが相互扶助と社会貢献を、うん、まあ、活動の柱としてるんですけども、やっぱりこの保険の生命保険のセールスのにこう身を置くものとしては、本当に最初に憧れる称号というか、はい、ということで、で、まあ、ただ毎年毎年こう1月1日になると、うん、こうゼロから、まあ、リセットされて、はい、毎年毎年こう戦いがあると。で、まあ、それはお客様がご契約いただくその数字のみで、うん、判断されるんで、非常にまあなんていうんですかね、フェアなというか、はい、っていう、まあ、MDRT という組織です、うん、で、まあ、そこの、まあ、入って何のどういうふうなメリットがあるのかということでいくと、まあ、やっぱりまずはですね、対外的には特に、まあ、正直言って、まあ、世間いっぱいにあまり知られてないものなので、ただやっぱりその MDRT の会員になって今9回登録させてもらってるんですけども、うん、ただこうそうすると年に、まあ、合計3回、はい、その MDRT の会員のみが参加できる、うん、まあ、勉強会があって、はい、まあ、日本で2回、うん、アメリカで1回、まあ、アメリカかカナダが多いんですけども、まあ、そこにやっぱ参加できるっていうのがすごく大きくて、すごいですよね。まあ、ずっとこう勉強、まあ、でもただ僕もその、ね、端っこ の一員でしかないので、まあ、すごいやっぱ大先輩方にいろいろ学びながらさせてもらっております。はい、全然端っこじゃないと思いますよ。いやいや本当にまだまだ。ちなみにその資格というのは、はい、どんな資格、あ、資格というか基準ですね。あ、基準はですね、まあ、まあ、1年、まあ、初年度のお預かりする保険料とか、保険料、まあ、言ってみれば、まあ、いただく、コミッションと、はい、手数料の、の数でこう基準が全部クリア、まあ、基準が決められているので、まあ、何ですかね、こう何年もやってるとご契約者様多くなるんですけども、うん、ただ勝負は1年目だけの保険料から来る手数料とあれなので、だからすごくみんな1年目の人間 もう20年30年のベテラン選手も、うん、すごくこうまず同じこう基準でというかフェアな感じなんで、だからすごく僕としてはなんかトライしがいがあるというか。なるほどなるほど。じゃあ、勤務年数を重ねたから取れるというものじゃなくて、うん、この1年1年 でこの資格というものをもらえると。そうですね。すごいですね。でもまだ本当にこう学ばせてもらってるだけなんで、うん、いつかこう、ね、後輩にも伝えることができるような人間になれたらなとは思ってるんですけども、ちなみにですけど、はい、沖縄で、はい、この、まあ、もちろん詳細な数字はわからないかもしれませんが、はい、保険のこの販売をされてらっしゃる方が何人ぐらいいて、はい、でその中で、はい、この MDRT の資格を取得いただけてる方って何人ぐらいなんですか。ですね、沖縄で生命保険のセールスに携わってる方が、まあ、僕が聞いたところによるとです、5500名いらっしゃるらしくて、でその、MDRT の資格者が、14名。すっごいですね。だからこっちで誰かがこれ本当かどうか分かんないですけど、高校野球選手が甲子園に行く確率より低いとかですね。そうですよね。種目によればオリンピック選手になるより難しいっていうふうに言ってたんで、まあ、ただ、ね、そういう数字なんかなと思うと。すごく身が引き締まるような思いなんですけど、はい、改めて数字聞くとすごいですね。5500人いる中で14人、はい、14名、はい、今年、はい、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。
まだまだ修行なんで、はい、もうそんな宮城さんと一緒に勉強できるのすごい嬉しいですね。いやいや、でも僕の方が学ばせてもらってますけどね。あの懇親会とかでもね、はい、いろいろこうお客様の話をするんですが、はい、印象的だったのは、はい、あるご夫婦、はい、ね、宮城さんのお客様、はい、ね、奥様の方が、はい、宮城さんちょっと来てくださいっていうことで呼ばれて、はい、奥様の方が、はい、もう一人子供作りたいんだけどいいかなと。なるほど。子供を作る許可までもらってるっていう。そこの話聞いてすごいなと思ったんですけど。なるほど。まあ頻繁にやるわけではないんですけど、ただまあその私もあるそのお客様2人お客さん、お子様がいらっしゃって、でマンション購入されて、はい、でやっぱりこう子どもの教育費もかかりつつ、うん、ローンの支払いもあると、はい、非常に不安があるということだったんですけど、やっぱりあの僕らのやるライフプランニングで、うんうん、そこをしっかり計画を立てて、こうやったらやっていけますねと、っていうことだったと。だけどやっぱりその時はあの2人でも十分ですって言ってたんですけど、うん、どうしてももう1人欲しいとっていうことだったんで、その時呼ばれて、どういったご相談ですかって言って、実はまあそのご主人と奥様いらっしゃって、実はあのもう一人子供が欲しいと、うん、だけど二人で話してもやっぱりこう答えが出ないと、うんうん、だからもう決めましたと、はい、あどういうことでしょうかって言ったら、宮城さんに話を聞いてもらって、うん、で宮城さんが大丈夫だって言うんだったら子作りしますと、なるほど、ダメだったらダメと言ってくれと、うん、だったんで、もうすごく責任が重いなと思って、うんうん、これはなんかちょっとこうね、それはこ人一人が世の中に出るかどうかっていうのは、うん、もう神の領域じゃないかなと思うんですよ。これはそうなんですかって、もすごくなんかその瞬間緊張が走ったんですけど、うんうん、ただやっぱり客観的に言えるの僕しかいないなと思ったんで、うんうん、本当に無理だったら無理と言える人間だから託してるなと思ったんで、うん、僕も妥協なしで行きますと言って、その結果しっかりやっていったらですね、うん、実際の大学3名とも大学に行くと、うん、言えば沖縄から県外の進学にするという、うん、こう希望があったんで、その時は一部奨学金を利用すると、はい、いうことは必要だったんですけど、うん、このぐらい奨学金を利用することによって可能ですと言った時に、うん、ものすごくなんかとっても安心した顔をしてくれて、はい、本当に良かったですって言ってもらったのも、うん、だからそういうところがすごく何ですかね、この仕事身寄りというか、うん、だから僕も実は計測できるだけで、うん、6名のご主人さんがタバコをやめられたっていうのがあって、これ後から奥さんからお礼の連絡があって、はい、何ですかって聞いたら、あとは僕タバコやめてくださいとか言ったこともないんですよね、うん、もともと僕タバコやめないんで、うん、やらないんで、うん、ただタバコ吸ってる人からタバコをやめるっていうのはどんだけきついことなのかと、うん、ダイエットに何回もトライしてるんですけど、うん、ダイエット何倍もきついってこと聞いてるんで、うん、そんな難しいの自分がやれって言える立場でもない、うん、ただ例えばなんですけど、一月でこのタバコ代例えば1万6000円かかりますと、うん、その1万6000円を貯金した結果10年後こうなります、20年後こうなりますって言ったことはあるんですね、はい、だその結果そうなったっていうことを聞いたんで、だから奥さんがどう言っても無理だったのが、うん、宮城さんの一言で辞めるっていうのは多少こうなんか嫉妬も感じるよって見たから、うん、でもすごく嬉しいですっていうことのことだったんで、はい、もしかしたらもう少しいるかもわからないなと思うんですけども、多分ね、はい、表に出てきてないだけで多分10倍ぐらいいらっしゃるんじゃないですかね。だったら嬉しいですね、うん、今ねお話をお伺いしても、はい、やっぱり思うのが多分2つあると思うんですよ、はい、ね、子供作るか作らないかを決めてほしいっていうのは、はい、うん、まず人としてすごく信頼されていらっしゃる、そしてもう一つはその信頼されてる方にいいよって多分言ってもらいたいんですよね、うん、それはそうだと思います ね、うん、だからやっぱこの2つの意味で宮城さん来てくださいっていうことで、うん、いい意味で背中を押してもらう立場でもある、うん、もうそういう意味からすればもう人生の相談者ですね、保険じゃなくて ね、そこがやっぱ一番、僕もやっぱ元々客で、うん、やっぱ本当に保険を考えるっていうのは、うん、保険ありきではないんですよね、うんうん、だからやっぱりまず人生今後こういうふうな人生を歩んでいきたいと、うん、で自分が元気で頑張っていけるということであればやっていけるよと、うん、だけど自分がもし死んでしまったりとか、うん、あとは例えば動けない働けないような状況になった時に、うん、大事な人を守りたいかどうか、うん、ですね、でそうですよね、でも守る手段の一つとして生命保険が存在しているわけであって、それは手段の一つでしかないと、例えばもう僕も例えば預貯金が、ね、いっぱいあったら保険に入る必要はないと、うん、ということですよということを何回も言いますし、はい、でもやっぱりそこら辺はすごくこう何て言うんですかね、例えば何て言うんですか、大事な場面で、うん、ターニングポイントに差し掛かった時に
あの必ず現れてくる脇役かなと、うんうん、で出番は多くはないんだけれども、うん、必ずやっぱりこのそのターニングポイントに現れてこの主人公の、まあ、気持ちを整理して、うん、であのこうあのやるべきことをこう考えてもらってで肩を押すと、うん、っていうのが僕の人生かなと思ってます。なるほどですね、はい、スターウォーズで言えばヨーダ役みたいな感じですかね。あ、いいですね、最高ですね。長老がいてなるほどです、ね、アドバイスをしてみたいなね。あ、いい役ですね、うん、はい、だからその方がねこう人生の最後になった時にあなたがついているあの ついてくれたおかげで私の人生最高だったよと言ってもらえたら、うん、あの最高に嬉しいなと、まあですね、僕が主人公になることはできない、まあ、この仕事ってサポートの仕事なんで、うんうん、そこがやっぱりあの一番目指すところかなと思っております、はい、なるほどですね、はい、ああいいな、はい、あと僕あれです、個人的な感想で、はい、やっぱ宮城さんと一緒だとすごい話しやすいんですよね、はい、あ、そうですか、あ、嬉しいですねこれ。僕ね、うん、若い時にこういう経験したことがあるんですよ、はい、東京のね、2000人、2、3000人ぐらいの会社に昔勤めてた時に、うちの会社で1万の営業マンっているよって話を聞いて、あ、はい、なんかあの若い時ですよ、26、5歳ぐらいの時、はい、もう髪もバシーッとして、スーツがバシーッとして、もう話がブワーって上手な人かなってイメージしてたんです、勝手に若い時ですから。で社員旅行で、うん、ご年配の方だったんですけどね、お、知念君知念君、この人この人、うちの会社のトップって言われて、パッと見た時に、うん、って、まあ、簡単に言うと、うん、玉置浩さんみたいなね、もうそんなイメージの人、なるほど、この人がみたいなというのを僕すごくイメージあったんですね。なるほど、まあ、今でこそね分かりますけれども、やっぱりお客様に親近感をこう持ってもらって何でも話してもらえて、そして、話を聞いたまたアドバイスが的確でという方なんだろうなというのが、僕やっぱ営業マンのねトップクラスの人だなってイメージがあるんですが、宮城さんバッチリです。ああ、そうですか、ありがとうございます、はい、本当に。スモールさんは、はい、このインターネットラジオ、はい、写真も載りますからね。ああ、そうですか、はい、ビジュアル的に非常に厳しいものがあるんですけどそんなもない、とんでもない、もう本当にね、はい、すごく話しやすい宮城さんで、はい、やっぱこれだけお客さんの、ね、心を掴んでるのがよくわかります。 ありがとうございます、はい、番組は、うん、はい、まだまだ続きます。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。本日のゲストはソニー生命保険株式会社那覇第一支社エグゼクティブライフプランナー宮城金陽さんにお越しいただいてます。はい、じゃあですね、今度話変わるんですが、はい、宮城さんスモールさんゼミにね、はい、沖縄は今ちょうど第4期なんですが、第1期からご参加いただいてます、はい、すいません勝手な感想を言うと、はい、経営者とかですね、うん、中小企業家同友会に関わってる人とか、うん、経済界の人がすごく多いイメージがあるんですが、うん、その中で、はい、宮城さんどんなきっかけで、はい、まあ、この会を知って、うん、まあ、我々と一緒にガチガチやっていこうぜっていう気持ちになられて入られたのか、うん、そこら辺きっかけとか教えてもらっていいですか。わかりました。まずですね、はい、あのスモールさんとの出会いは、あの先ほども話が出ましたの MDRT と、はい、の、まあ、会員が参加できる勉強会で、ええ、まあ、これはあの MDRT ソニー会っていう、うん、まあ、ソニー生命の中での MDRT の集まりがあるんですけども、あの実はです、ね、僕もちょっとその時の裏方 の役をさせてもらった時に、はい、実はあの2年連続エコノミストセッションで、あの山口先生が来てもらって、実は過去実はすごいいい勉強会、まあ、手前味噌なんですけど、いやいやいや勉強会で、あの、うん、実はそのメインがやっぱりエコノミスト、やっぱみんな経済の勉強したいの で、うんうん、でただすっごいこう厳しいんですよ、見る目も、うん、だからすっごい一流の先生が毎回来てくれるんですけど、はい、過去にですね
2年連続ヒッター、2回連続選ばれたって山口先生だけなんですよ。すごい、はい、でやっぱり1回目受けた時にすごく衝撃で、その日の、あの夜にはこのファックスでこのスモールさんのこう会員になんかこうファックスを送ってっていうことだったんですね。だからそれから2年ぐらい経って、あのゼミ沖縄を立ち上げるから、あの手伝ってくれないかと、で山口さん先生からメールがあって、その後またあのこうやって声かけてもらってということだったんで、僕としてはすごくありがたいことで、でまあきっかけは本当それだったんですね。なるほど。であのまあ立ち上げから一緒にあの知念さんにくっついてさせてもらってるんですけども、ただあのやっぱりあのまあ僕がなぜ今ねこう経営者ではない僕があのなぜそういうふうにするかというと、僕も今この仕事13年させていただいてて、でまああのお客様でいくと、まああの2100名弱ぐらいのお客様がいていただいているんですけども、今現在その中でもやっぱりこうあの法人のお客様もあの法人のご契約お預かりしているお客様もいらっしゃると、やっぱりこうあの経営者という、 こう、立場でものを考えるっていうのはですね、あのすごくこう何ですかね、僕らでは分からない部分って多いなと、なるほど。でもただやっぱりあの社長さんとお話をさせていただくと、あこんなんで悩んでるんだとかですね、あの何ですかね、こう常識が全然違うというか、まあ何ですかね、あのすごくこう社長って繊細なんだなっていうものと、ただタフさとやっぱりこう両方持ち合わせてるなと、でそういうこうあの経営者が多く学んでいるあのスモールさんゼミにあの参加させていただいて、やっぱりこう社長がこう何を考えて何を学びたくて日々どういうふうに、こう、考えて動いているのかと、で将来どうしていきたいのかっていうのをすごくこうあのゼミを通してあの知ることができて、で実際にやっぱりこうここで得た、こう情報をですね、やっぱりこう、お客様、まあ、やっぱり僕の担当、まあ、こういうと失礼なんですけど、やっぱりこう中小、まあ、零細の、企業 の、 あの社長さんばかりなんで、あの実はこういうふうな勉強してきましたと、ということで、まあ、あのこれ第2期の時にさせていただいたのがあのレポートを作って、あのさせていただいてたんですけど、あの意外と何ですか、こんなの社長に役立つんかなと思いながら言ったら、ありがとうなと、次も期待してるよとか、っていうことを言われて、でやっぱりあのそういうのも、まあ、やっぱりこう一つ一つこう僕のこの活動を太くしてくれてるなと思うんですけども、やっぱりこう社長をしっかりサポートしていく人間っていうのが絶対必要だと。で山口先生もあのおっしゃってたんですけども、こういう支援業っていうのが、アメリカのこう日本っていうのはアメリカの一桁足りないと、だから10分の1以下しかいないと、で君が頑張れよと、っていうふうに言われたんですね。なるほど。やっぱりそこは本当にスモールさんゼミのこうあの三原則の、まあ、つなぐ力、問う力、読む力、でそこでいくとやっぱ僕が担えることもあると思うんですよ。例えばつなぐ力っていうのは、あのこう僕のお客様は、まあ、生命保険というのは、この業種の人はいらないとか、この業種の人だけ必要ってことじゃなくて、全ての人にやっぱりこう必要になってくるものなんで、いろんなお客様がいらっしゃって、そこをこの点と点をこう結び合わせると、面白いこう化学反応が起こるなとか、でやっぱりこうそういうのをやる、こうそのつなぐ力、これもつなぐ力だと思うので、そこをやっぱりこう何て言うんですかね、あの力になっていきたいと思うし、でやっぱり問う力、読む力と、というのは、そこはあの、まあ、こうあの本当まだ若輩者なんですけど、ものはこう日々磨いていかないとできないことだなと、でそれはすごくセンスというか、あのそれはこう感覚的なものでを身につけないといけないなと思うので、本当に完成形になるのはまだまだ先かもしれないですけど、しっかりこの4期、5期、6期とずっとこう続いていく限り、ここで勉強して、そうやって、まあ、あの社長にです、あるまずその経営者に、あのこう君がいて、君が僕のサポートについててよかったよと、で、まあ、僕の夢はですね、あの例えば10年後、まあ、あの10年後というか僕53歳になってるんですけど、53歳の時に、例えば沖縄の経済が元気がいいと、他のところが、ね、他の地域はちょっと厳しくても沖縄は なんで元気なんだと、それはこうやっぱり輝いてる、あの光り輝いてる経営者が多いと、でその光り輝いてる経営者に、例えば日本経済新聞とか毎日新聞社 その記者さんがインタビューしてもらったと、その時に質問のこういくつかの質問、決まった質問の中で一つ、例えば社長生命保険に入られてますかと、
じゃあ、 どこの会社で担当はどなたですかという質問があったとすると、はい、そんなあるかどうか分かんないですけど、あったと。でそうすると元気な社長さんに聞いていったときに、いや僕はソニー生命の宮城企業っていうところに頼んでるんだと。で彼がいるおかげで僕は、うん、活力を得て仕事してんだよと、ということがこう何名の社長からも声が出たと、はい、でまあその新聞記者は誰なんだと、ソニー生命の宮城企業っていうところはと、うんうんうん、ということで僕のところにインタビューが来るというのが、なるほど、僕のこうサクセスストーリーの映画なんですけど、はい、あ宮城さん、はい、ちょっと握手していいですか。あですなんでかというと、はい、僕も基本似てるんですよ、はい、今なぜかというとですね、うん、僕も、なぜスモールさん、うん、山口先生手伝わさせてもらって、うん、一生懸命もう僕もその中で勉強させてもらってますけれども、うん、僕も人と企業を育成して沖縄を作るっていうミッションなんですね。なるほど。でその中で、まあ、沖縄県内で、うん、仲間を作ってですね、うん、連携して、企業を支えていこうと、うん、当然僕だけで全部できるわけじゃないので、うん、そういったね弁護士も、うん、社労士も、うん、司法書士も、うん、税理士も、うん、っていう形でグループを作ってるんですが、うんはい、その輪っかをですね、うん今度は県外の、うん、人たちともつながりながらということで、うん、実際スモールさんを通して、うん同じプロデューサーの方とか、うんこの人脈を介して、うん、沖縄のどの企業をお願いできませんかとかってね、うん、そういったコネクションになればいいと思ってるんです。なるほど、素晴らしい。そしてもう一つはね、うんいろんな企業がどん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 伸びてきて、うん、わーなんとかさんどの企業すごい、うん、どの企業すごいって、うん、全部アドバイザリー契約知念さんだよ、あ顧問契約知念さんだよ、というふうにしてみんなが、ねうん、広がっていって、うん知念太郎って誰だって言ってもらいたいって思っててやってるんです。一緒です、全く一緒ですね。嬉しいですねこれ。今びっくりした。あ嬉しいです、ありがとうございます、ね、飲み会ではこういう話ちょっとおちゃらけながら話するからこんな話出ないけど、ね、僕もだから逆にびっくりしたんです。今すいません、なんかこう改まったこういう席だからこう真面目な話できましたそうかもしれない。はい、で僕ね以前は、はい、経営もやってましたけども、うん、今は宮城さんと一緒で、うん企業のサポート役、うん、そうですね、でね、おかげさまで顧問先も十数社ありますけれども、うん、前自分で会社経営してた時と比べたら、うん今そのアドバイスをさせていただいたり顧問させていただいてる会社様、うん、従業員全部合わすと2000名超えてますしね。あじゃあ売上でいくとも1000億超えてますしね。あすごいですね。自分で経営するよりも あのね10倍20倍の規模の話ですので、そうですよね、うん、そこに黒子として、うん縁の下の力持ちでね、うん、宮城さんと一緒で裏にいるぞと、はい、というところの喜びを僕感じる仕事を今してるんですね。似てますね、そういう意味でいくと。似てますね、面白い。本当にだからまあ僕も実はこういうことがあって、うんまあ、ある出張で宮古島に行くときに、はい、JTA さんでも、うん、コーラルウェイという機内市 で、ねうんうん、でそこ の、 パッと結構最初の方 の、 記事だったんですけど、うん、沖縄を代表するバーテンダーっ て、 言って2人出てるんですよね、はい、で実はこっち の、 こう右側にある方が、うん、僕の第1号の契約者のお客さんで、みっちゃん、ああそうです山田さん住んでいいんですけど、ね、で実はそのこっち側にあるこうもう一人のバーテンダーさんはこの山田オーナーのところで働いてたこうバーテンダーさんが独立した会社で2人仲いいんですよ。でも本当に独立とか卒業していったっていう形で、でも2人が、まあ、2人とも僕のお客様で、うん、その時にですねなんかすごくこうそこの今先ほど言った理想というのは、うんすごくこうピッときてというか、はあ、こういう人が思いっきり元気に働けるのも僕がいるからなんだと、うん、もう勝手に言わせてもらえると、だからそういうのをサポートしてやっぱこういう光り輝く人を、うん、こう支えるのが僕の仕事なんだと。やっぱここは最高、それ絶対そうですよ。そうですよね。だからもう何ていうんですかね、諸葛亮孔明とか大好きで、うん、こう陰で、まあ、だから主役になるよりは支える側の方が僕は何ていうんですかね、合ってるというか。なるほど、ね、はい、もう一緒ですね。それ嬉しいですよ。嬉しいです、はい、だけど今ね宮城さん言ったこと本当ですよ、はい、あんまりこんなこと言っちゃいけないんだけれども、うん、僕とかもやっぱり経営者としてですね、うん、もう変な話ですよ、うん、もう土日なく、うん早朝夜中関係なくお客さんに呼ばれたらね、うん、一つされて行きますよっていうところでやっぱりやってますよ、うん、ね、お客さんサポートするためにやってるから、うん、でうちの妻とかにもね、うん、もし
僕は何らかのことで死んじゃったりとかして、うん、もしかしたらね、うん、親戚とか誰かが友達がね、うん、いや太郎くんこんだけ一生懸命もう働いてね、うん、ちょっと忙しすぎて大変だったんじゃないかとかって、うん、いろんなね、こと言うかもしれない、うん、だけどその時に今言えよって、うん、うちの旦那は本望ですと、うん、いつもベスト尽くしてたからね、うん、本望ですって、うん、後悔ないと言えということをね僕うちの妻に言ってるんですね。あなるほど。で同時にそれがなぜ言えるかっていうと、うん、保険です。なるほど。ね、僕が何かあったとしても、うん、住宅ローンもね、男子に入ってるし、うん、子供のね、やっぱり大学、うん、ね、やっぱ自立させることが目的で、ね、うん、子育てするじゃないですか。そうですね、自立までの道筋、うん、全部大丈夫だから、うん、というものがあるから僕、うん、走れるんですよ。なるほどですね。それがなければ、うん、もっともっと健康に気をつけてね。そうですよね。ここまでアクセル踏めないかもしれない。あ、なるほど、ね、これはやっぱり、まあ、僕もソニー生命ですけど、ああ本当にやると思います、はい、やっぱり保険でサポートしていただいてるからこそです、うんうん、はい、本当そうですね。やっぱ備えがあるから、うん、やっぱりこうリスクも犯せるというか、はい、だと思いますね、うん、はい、あ、さすがです。本当にこう我々をサポートしていただける強い味方ですね。はい、はい、よろしくお願いします。番組はまだまだ続きます。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、法進国際特許事務所。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。本日のゲストはソニー生命保険株式会社那覇第一支社エグゼクティブライフプランナーの宮城金洋さんにお越しいただいてます。はい、宮城さん今日も熱い話いいですね。本当にありがとうございます。はい、宮城さんね、今すごい一生懸命仕事して、うん、またね我々のようにこう経営者としてガーッと走る人、うん、はい、今度は一生懸命自分のミッションに向かって一生懸命働いてるたくさんの人たちをね、はい、こう支えているということなんですが、はいはい、これから沖縄とか、ね、はい、沖縄をさらにもっと支えていく子どもたちとか、うん、はい、そういったところはどんな風に考えてるんですか？なるほど。ですね、やっぱり僕もやっぱりこう先輩にこう育ててもらったし、うん、まあ、そういったこうことっていうのはやっぱり先輩の背中も見てきたし、うん、もう直接いろんなことも学んできたし、うん、でもやっぱりここは、まあ、やっぱりいろんな先輩に言われたのも僕らに返す必要はないと、うんうん、下に返していけというふうに言われたんで、やっぱりこう会社でもこう勉強会が あったりとかするんですけども、はい、まあ、そういうこう僕がこう転んだ同じ石につまずく必要はないですよね、後輩も。ただそれはしっかり伝えて、でそこをしっかり育てていきたいなと。なで、やっぱり僕もいつかこの仕事、まあ、できなくなるというか、うん、まあ、寿命もあるし、そういう時にはいつかやっぱり後輩に引き継ぐ時に、うん、誰が担当しても、うん、やっぱりこうお客さんの人生をしっかり支えて生きるようにしっかり育てていきたいと思ってますし、うん、なるほど。でまた、まあ、これはまあすみません、とっても個人的なことになるんですけども、まあ、僕子供3名いて、うん、でやっぱりこう上の男女とあるんですけど、うん、特に上の男の子は、まあ、小学生なんですけど2人とも、うん、やっぱりこう30歳になったらライフプランナーになりたいと言ってくれるんですよね。だからまあそれを実現するかどうかはちょっと置いといてなんですけど、うん、ただ本当にそういう彼らがその仕事になった時でもしっかりこう、うん、この沖縄を支えていけるように、まあ、やっぱ僕の後輩がその僕の子供たちを教えてくれることにもなるかと思いますし、はい、うんうん、でまた本当に何ですかね、この僕がそのお客様を支え続けて一生懸命走っていく姿を、うん、まあ、僕の後輩も見て、まあ、そこから感じてもらう部分もあると思うし、うん、でもそこからはやっぱりこういつかは僕もこの世からいなくなるんで、うん、まあ、この僕が光り輝くお客様を支え続けた僕の人生っていうのを見て、はい、まあ、僕の
子供がですね、うん、あのやっぱりこうこの人の子供でよかったなと、はい、あの思ってもらう、まあ、DNA がつながってるっていうことは唯一こう僕あの一つだけ願い事を叶えてくれるということであれば、うん、まあ、そこかなと、まあ、子供にあなたの子供でよかったと思ってもらえるように、うん、一生懸命生きていきたいなと、まあ、その僕と同じように一生懸命生きているあの経営者をしっかり支え続けていく僕の人生もしっかり一生懸命やっていきたいと思っております。なるほどですね、はい、なんかね今日嬉しいな、宮城さんとそこら辺も共通するな。僕ね、うん、今仕事してるでしょ、うん、もう一つの観点で考えてるのが、うん、あのライフワークで考えてるんですよ。ライフワーク、今やってるのはワークですよね、うんうん、仕事を通して当然先ほど申し上げたようなミッションがあるけれども、うん、今度はライフワークという長い目で見た時に、うん、今度は収入とかっていうの関係なしね、うん、無償も含めて、うん、人材育成やっぱり最終的にはやっていきたいと思って、あ、なるほど、あ、イメージしてるのは、うん、まあ、学校経営ですね。あ、なるほど、まあ、どんな形になるかまだね、多分11年後ぐらいの話だと思うので、なるほど、それを今イメージしてるんですよ。あ、なるほど。そしてね、ちょろちょろ仲間集めしています。あ、そうなんですね、はい、宮城さん仲間ですね。じゃあ、あ、すごい嬉しいですね。あ、ね、だから僕その一環で、うん、沖縄国際大学の、うん、まあ、非常勤講師も、ね、8年ぐらいさせてもらったりとか、うん、江南高校の夢の架け橋、うん、というような形で高校生とか、うん、中学生の前でお話しさせていただいたりとか、うん、そういう話がちょろちょろ、やっぱこういったアンテナ張ってるもんですから入ってくるんですね。なるほど。うん、でそういった志合う人たちと一緒に、うん、はい、まあ、どんな形になるかはまだイメージはできてないんですけども、うん、この人材育成のための学校教育、うん、そういった形に入っていこうと思ってて。なるほど。宮城さん、そういった形でこれから沖縄、ね、もちろん我々がベスト尽くして、うん、そのエキスをね、はい、繋いでいけるような形で、うん、なんか一緒に関わっていきますね。あ、嬉しいですね。はい、頑張っていきたいと思います。ぜひこれからもスモールさんを通しながらですね、はい、一緒に切磋琢磨して、はい、そして沖縄をね、はい、そして日本を、はい、作っていくように頑張っていきましょう。はい、はい、います。どうもよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。